まあそれにしても、まあ、暑くなってきたんでね、まあ、本当に夏バテとか、まあ、気をつけてほしいなと思いますしね、でまだ他人事じゃないんでね、本当に、<laughs> いや、僕もあのあ気をつけなあかんなと、えー、思うんですけども。 まあでもね、まあ夏バテにも気をつけてほしいなと思って安倍内閣もね、だんだんバテてきたのかなっていうね、まあそういう感じになってきてるのかなっていうのが、まあ今朝の JNN の世論調査ですよね、これ TBS の。えー、JNN 世論調査でですね、安倍内閣支持率が35.4%で最低を記録したと。いうことでね。 えー、まあ、これすごいなと。だからその、各世論調査のこの増減というかね、あの、やっぱその継続的に見ていく必要っていうのがあると思うで。JNL 世論調査で、え、どれだけ上がったか下がったかっていうことが、ま、大切だと思うんですけども、まあ、j n n 世論調査で内閣支率が35.4%と、 えー、いうことでね。で、その、これから注目すべきなのが、やっぱ不支持率ですよね。支持できないという人が2.4ポイント増加して 62.、62.2%になっていると。えー、いうことがね、やっぱり大きいなと、この6割超えたっていうのも、JNN 世論調査では初めてだということでね。まあ、最低の支持率を記録したっていうのも、第2次安倍政権発,発足後ということで、 まあ本当やっぱりもう、バテてきてるなっていうかね、安倍さんもね、なんかあのー、昨日とついから、なんかマスクをね、安倍のマスクから、なんか普通の大きいマスクに変えたりとかしてるっていうこともあってですね、<laughs> でまた久々になんか散髪っていうか、髪もなんか切ったんですかね、えー、まあ、暑いからね、安倍さんにも気をつけてほしいなっていうふうに思うんですけども、ただやっぱりもう、 やっぱ安倍内閣自体がもうやっぱりその寿命を迎えてるのかなという気はしますよね、やっぱりこの、なんていうんですか、この今年、去年から今年にかけてでしたっけ、えー、やっぱり桜を見る会というのがね、まあ、共産党の田村智子さんが一生懸命追及して、ですね、まあ、それで内閣支持が下がったなと思って。 そこからコロナの問題に行ってね、だから桜を見る会とか、過去の森友加計学園の問題っていう、まあ、言うたら安倍さんの不祥事、えー、じゃなくてですね、純粋にこのコロナの対策っていうのが、まあ、全く評価されてないっていうのがですね、こう、私立に、えー、現れてるのかな。 っていう気はしますよねだからそう考えるとね、やっぱり純粋にこの安倍さん、安倍内閣、与党の、えー、政策が全く評価されてないっていうことはですね、やっぱりあの与党にとっては相当な危機感を、あのー、持ってるんじゃないのかなっていうのは思いますね。まあ、だから、えー、この秋にね解散するかもっていうことがまあ、最近まで言われてたんですけども、まあ、それがもう 安倍さんの側近ですらですね、安倍さんは解散する気なんて全然ないよということが、まあ、事通信で報道されたりですね、まあ、公明党のね、山口代表もですね、もう何回も今は戦、解散総選挙どころじゃないということを繰り返し言ってるっていうね。 菅官房長官もそういうことを言ってたんじゃないですかね。で公明党なんか特にね、やっぱもう、自分のことしか考えてない政党ですから、もう選挙に、えー、勝つかどうかしか考えてないようなとこですからね、まあ、だから大阪都構想でもですね、今まで反対やったのに、まあ、急にね、 えぇ、ー、府知事選、大阪府知事選、大阪市長選、大阪府議選、市議選でね、えー、維新が対象したかと思ったら急にコロッと、あのー、大阪都構想賛成という変わるようなところですから、まあ、まあ、それだけシビアに見てるっていうところは言えると思うんですね、選挙の勝ち負けに関してね。まあ、そこはすごく大切やと思うんですけども、まあ、その公明党ですらですね、えー、解散は、あのー、 良くないと。今はやっぱコロナ対策に一生懸命するべきだというようなことを言ってたと思うんですけども、ま、ほんとそういうね、あのー、純粋に安倍さんのやってることが評価されてないっていうのが大きいなっていうふうに、あのー、思いますよね。で、やっぱその GoTo キャンペーンのこの GoTo トラベルね、観光とか旅行に特化したやつに関してもですね、使いたいと思わないと答えた人が、 77%に上りましたと。だからもう約8割の方がですね、GoTo キャンペーンを、えー、使いたいと思ってないと。 いうことは当たり前やと思うんですね。これだけその感染者が激増しているのにね。そんな中で、そのね、この東京は除外されですね。ただまあ大阪とかね、あの都市から地方に行こうと思ってもですね、やっぱ地方も、まあ、あの、こんといてくれみたいなね。だからそういう感じにまたなってきてるわけですよね。 えー、青森かどっかのね、むつ市でしたっけなんかそこは施設を閉鎖したりとかして、あの、自治体がなんかいろんな取り組み <laughs> してて、緊急事態宣言も出したりとかね、あの、そういうのにやってるのは独自のね。 でそんな中でね、なんか旅行しようっていう気分にもならないですし、で観光業だって全然潤ってないと、あの少しはましになったかないうぐらいなみたいですけども、京都でも全然、えー、旅行者が増えてないと観光に来た人がね、そういうことも出てたりとかして、まあ、大阪だって本当にその、えー、この間新世界とか、えー、見ましたけども、全然人いてませんからね、 だからもうそういう意味でもね、なんか今やることっていうこと自体が大きく間違っていると。これもやっぱ政策の失敗かなと。ね、最近もね、なんか安倍のマスクをまた8000万枚配るっていうね、あの介護施設とかに配るっていうのもですね、厚生労働省が言ったんですけども、まあそれもやっぱり世論、野党の追及もあってですね、結局は断念したと。なんか備蓄するようになったと。希望するとこだけ配りますと。 え、いうふうに変わっていったということでね。だからもっとあの、やっぱり支持率も下がってきて、不支持率も上がっていくと、もう、なんていうんですか、あの、さっき言ってたことと今言ってることはコロッと変わるっていうか、もう朝礼母会みたいなのがですね、しょっちゅうやられてるっていうのが、えー、まあ、特徴的かなと思いますね。この給付金10万円っていうのもね、最初は困窮者、困窮家庭に20万とかって言って、 てたのがですねまあそれも公明党がですねあの連立離脱も実さないと言って安倍さんに詰め寄った結果、えー、あの急遽あの全世帯に10万円ってことになったっていうのもありましたしねだからもう安倍内閣としてだんだんもう本当に寿命になってきているようななんか感じはしますよねだからこんなところこういう時に安倍さん を、あのリーダーとしてですね、その解散総選挙やれるかっていうと、やれないでしょうねって思いますね、うん。まあ、あと気になったのが、やっぱその、この間ね、コロナ対策で評価されてきた、やっぱ維新、えー 日本維新の会ですね。大阪だと大阪維新の会なんですけども、その政党支持率もですね、前回より1.1%下がっていると。1.1%下がって2.4%になっているというところもね。 やっぱりもう維新もだんだん、あの、やっぱコロナのね、対策で、あの、他のとことの差が、あの、見せられなくなってきたというか、大阪モデルとかって言ってましたけども、まあその大阪自体もですね、感染者が激増しているっていうね。 何なんだっていうね。で、そのね、松井代表でしたっけえー、大阪市長のね、松井さんもですね、えー、第2波だと認識してるっていうことをなんかコメントしたみたいなんですけども、そんな中で大阪都構想の、えー、この賛成の支持を増やすための街頭活動を維新の議員にやらしてるっていうのもね、ど、何考えてるのかなって僕なんか思いますけどね、大阪府民、大阪市民のことを考えてるのかなっていうのを思い ますしねだからやっぱ一時期の吉村知事のね、そのうわーっとテレビにもいっぱい出てたっていうのも、ちょっと落ち着いて、また支持が下がってきているのかなっていう感じもしますしね、でまあ立憲民主党が4.5%で、また下がってるっていうのもあれなんですけども、だからやっぱり立憲民主党も国民民主党もね、早く合流した方がいいんちゃおうかなと思いますね。う 一方で、おっと思ったのが、共産党がですね3.5%というふうにやってて、前回より1.1%上がっているっていうね、この間、なんか、共産党で別に、えーまあ、平常運転というかですね、特に目立った行動っていうのはあんまりなかったような気がするんですけども、まあやっぱりなんかね、要は、あのこれだけでは分かりませんけども、まあ、もっとあの野党もですね、いろいろ頑張ったら、あの もっと伸びていいんちゃうかなと思いますね。うん。ま、あ本当そ安倍内閣はもう、もうダメになってきてるっていうかですね、やっぱもう不支持の方が増えてる6割超になってるっていうのがね、まあ、これはもう決定的なんちゃうかなと思いますね。本当にもう安倍さんね、あのー、今後オリンピック中止とか、えー、10月にね、まあ、そういうことになるかもしれないと言われてるわけで、そういうことを考えると、 マーベさんがもう早く引っ込んで、新しい自民党総裁選やってね、新しい、えー、え総理大臣の下で解散総選挙っていうのやった方がいいんちゃおうかなっていうのも、思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。